緊急事態の時、人は逃げるために素早く正確な判断を下す必要があります。ただし、誰もが簡単に解決できるわけではありません。今日はスーパーヒーローのように機転が利き、速やかに解決できた例をご紹介いたします。歩道さんはソリがぶつかる寸前にスーパーマンモードに切り替わりました。道路を渡るときは携帯を見ないでください。この男性のように救ってくれる人はいつもいません。泥棒が宝石屋に押し入ろうとしていましたが、すぐにおばあちゃんが気づいて走っていき、カバンを使って追い払いました。この店はおばあちゃんの勇気ある行動に感謝しているはずです。Six very dangerous men out there with hammers, and she's made a beeline for them. お店の人はお母さんの様子がおかしいことに気づくと、すぐに赤ちゃんを抱きかかえました。幸い次の日にはお母さんは回復しました。地震が起こった時、最初に何をしますか？この少年はまず足を怪我している友達をおんぶしてから教室を出ました。この泥棒は男性にはいつも信頼できるボディーガイドがいることを予測できませんでした。洪水の日にはいつもの道路も危険なものになります。そして普通のダンプカーの運転手さんもヒーローになりました。車が洪水で流される前に彼は家族全員を救いました。この女性は彼氏を待っていたら、見知らぬ男が近づいてきて突然つかみかかってこられました。幸いなことにそれを見ていたある男性が助けてくれました。この勇敢な行動でフェニックス警察から表彰されました。コウジカがまたプールに落ちないよう、この男性はプールから離れた森の方に放ちました。何時間も行方不明になっていた息子を家族全員が見つけた時、喜びは爆発し続けました。彼は海で遭難し、連絡が取れなくなっていました。友達や親戚たちの懸命な捜索の後、ついに奇跡が起こりました。この家族がぐっすり寝ている間、火事が起こりました。幸運なことに近所の人が発見しました。ドアを叩く音で家にいた全員が飛び起きることができたので良かったです。人工知能は命を守ることも含め、私たちの生活にたくさん役立っています。
激しい雷雨の中、ある高齢の男性が道路を渡れなくなっていました。見ていた人たちは駆け寄って渡るのを手伝いました。優しさというのはこういうものなんですね。この男性は食事中に意識を失いました。すぐ近くにいたカップルが駆け寄り応急処置をしました。実はちょうどこのレストランで食事をしていた警察官でした。卑劣な泥棒が現れなければ今日はまだ普通の日でしたが、彼らは盗んだ後すぐに逃げようと計画しました。しかしフォークリフトの運転手たちが計画を失敗に導きました。この無名のドライバーに感謝の気持ちを伝えたいと思います。彼のおかげで後ろの車は安全に走れるようになりました。記録も大事ですが、優しいアスリートには他に優先すべきこともあります。それはトラブルを抱えている人たちがゴールするのを助けることです。教え子にマットが倒れてくるのを止めた時、空手の先生の本能が現れました。このヒーローは赤ちゃんを救うため就活の面接を諦めました。家賃を払うため仕事は必要でしたが、彼は自らを犠牲にして他の人を救いました。この勇気ある行動により彼は会社に直接雇われることになりました。女性にとってとても危ない状況になりました。4歳の男の子には脚立は重いものでしたが、愛と勇気の力で脚立を持ち上げおばあちゃんを助けることができました。老夫婦が写真を撮っている時、沼にはまってしまいました。絶望しているとある男性が助け舟を出してくれました。泥から出るために背中も貸してくれました。おそらくどのドライバーも文句を言わない珍しい渋滞かもしれません。迷子の犬が警察の力で安全に道路を渡れたということが一番重要かもしれません。フロリダ州のある男性はパラグライダーをしていたところ、運河にはまって立ち往生している女性を偶然発見しました。彼はためらうことなく着陸し、周りの人にも助けを求めました。
火事は家の人がいない時に起こりました。近所の人がすぐに家から消火器を持ってきて火を消し止めました。おかげで家には被害がありませんでした。悪い状況というのは社会の思いやりを試す機会になることもあります。その場にいた20人が危険を顧みず車の中に閉じ込められた人をどうやって協力して助けたのかご覧ください。どんなに急いでいてもこんな風に道路を走って渡らないでくださいね。この生徒はお昼ご飯を食べているとき食べ物が喉に詰まってしまいました。周りの人は誰もが冗談だと思っていましたが、ある友人はすぐにハイムリッヒ法をしました。そのおかげでこの生徒はまた普通に息をすることができました。ある家族の車のドアが誤ってロックされ、幼い娘が車の中に閉じ込められてしまいました。信じられないかもしれませんが、助けたのは5人の囚人と近くにある自動車修理工場の監督でした。このバイクの運転手は女の子が発作を起こして、ある家族がパニックになっているのを発見しました。彼はすぐ交通整理をして女の子を病院まで連れて行くと言いました。ヒーローは時として私たちの目の前に現れる場合があります。オバマ元大統領の演説中、ある妊婦が気を失いそうになりました。背中を向けていたのにもかかわらず、それに気づきすぐに助けました。彼女が無事に休むことができて、初めて大統領としての仕事を安心して続けることができます。この男性の観察力、冷静さ、決断力には本当に驚かされます。この男性は強い流れの中、子供2人を岸まで上げるのに全力を尽くしました。彼の英雄らしい行動に拍手を送りましょう。寒い中、山に登るには多くの装備の準備が必要です。しかし、もっと重要なことは、いい仲間がいることです。この冠水した道路の中に入りたい人はいないでしょう。ですが、この男性は道を通る他の人のためなら、レンガを置くために濡れてもいいと思いました。
トルコの救助隊はシャンルウルファ市の倒壊した建物からこの女の子を救出することに成功しました。なぜこの人たちは濁流の中で手をつないでいるのでしょうか。彼らの目的は車に閉じ込められた女性を救出することでした。幸い彼らの努力は成功しました。この作業員は同僚を感電から救いました。安心させるための吐くも忘れませんでした。ドライバーの過失で2000本以上のビールが道路にあふれかえりました。周りの人たちは文句一つ言わずに片付けを手伝いました。この少年は愛情深く育てられたのでしょう。なので誰に対しても優しく接します。ある夫婦は近くで山火事があったので町から出ようとしましたが、家の隣の茂みが燃えているのに気づきました。夫は迷わず消防士になって消火しました。この目の不自由な男の子は消防士の制服を直接触る機会がありました。男の子が楽しい経験ができるよう本当に辛抱強く接しました。このコーチは一目見ただけでこの女性の体調が悪いことに気づきました。この車は誰も運転していないのに道路を走り続けました。助けを求める声を聞いた別の車の運転手は車を止めようと必死に追いかけました。靴が脱げて裸足で走ることになりましたが、その日多くの人を救うことになりました。事件は突然起こり、自転車に乗っていた人は強盗たちに自転車を奪われそうになりましたが、女性が叫んだおかげで無事でした。どんな助けを聞いたとしても無視はいけませんよね。ヒーローはどこにでも現れます。このトラック運転手もその一人でした。喉に物が詰まり助けを求めていたこの女性は幸運なことにも当たり役に助けを求められました。エレベーターに乗るとき子供から目を離さないようにしてください。
この親子は親切な人たちが現れ、タイムリーに助けてもらえ、本当に幸運でした。消防士は男の女性に対しての悪意を見つけ、事件を防止しました。車輪が壊れていましたが、ピックアップトラックに助けられました。知らない人たちのおかげで、この女の子はタイヤから逃げられました。こんな状況で人を救える冷静さを持った人はほとんどいません。彼は本当にスーパーヒーローです。大きくて重い荷物が男の子の方に向かって倒れてきたので、必死に助けを求め叫びました。幸いなことに、この運転手は間一髪で間に合い、少年を救出できました。高所恐怖症でしたが、25頭の犬を救うため屋根に登りました。ドライバーの女性は車の中で意識を失ってしまい、車は交通量の多い交差点に向かって進み続けました。タイミングよく車を止めてくれた親切な人々がいなかったら、どうなっていたのか想像もできません。前の車が急停車して、運転手が車から降り、後ろの車の方に向かって歩いてきました。口論するんでしょうか、それとも喧嘩するんでしょうか。いいえ、ただの素晴らしい親切な行動でした。かわいそうなロバはワイヤーフェンスに絡まってしまいました。息をする以外何もできませんでした。観光客2人のおかげでロバは自由に走り回れるようになりました。この強盗は女性を人質に取っていましたが、後ろから男性の兵士が現れました。彼は強盗を捕まえるのを手伝いました。ワーテレビを視聴している方の中にもヒーローになったことがある人もいると思います。コメント欄であなたの体験を教えてください。さらに面白い動画も投稿しますので、チャンネル登録もよろしくお願いします。